こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロの冬ネットはこれが最強というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。11月に入りまして、だいぶですね、普段であれば寒い季節になってきたかなと思うんですが、なんだかんだでですね、今も暖かかったりするのでコートを着なくても十分だったりするわけなんですが、かといって T シャツだとかロン T だけではちょっと肌寒さを感じる季節なので、この季節に持っておくと便利なのがまさにニットというアイテムかなというふうに思ってます。僕もニットは好きで、もう十数年ですね、ずっと毎年いろんなものを買い足してきたわけなんですが、今回はですね、そんなニット好きの僕から見ても間違いのない一枚をですね、ユニクロで見つけたので皆さんにご紹介ができればなというふうに思ってます。ちなみにニットといってもですね、厚みによって個性が全然異なるんですね。ですので個人的にはですね、複数枚持っておくと便利なのかなというふうに思ってます。じゃあどのようなところで見分ければいいのかというと、ニットの厚みだとか目の細かさ、こういった部分をですね、一つの指標にしていただければなと思ってるんですが、かなり薄手で目が細かいニット、いわゆるハイゲージニットと呼ばれるようなものはですね、結構ですね、重ね着に適してまして、例えば T シャツの上にハイゲージのニットを重ねて、その上にジャケットを着たいですとか、あとはニットの上にアウターを羽織るですとか、重ね着の要因として間に挟み込むのが得意なのが、こういったハイゲージのニットなんですね。一方でハイゲージのニットはやっぱり薄手なので、どちらかというとニットというよりはロンティーの延長線上みたいな形で使えるアイテムなんですね。ですので秋が進んでいって冬になってくると、ハイゲージのニットだとちょっと寒いかなと思う時がありまして、そんな時に活躍するのが今回ご紹介する厚みのあるローゲージのニットなんですね。ちょっと具体的に見ていただきたいなと思うんですが、こちらですね、僕が買ったのはユニクロの今季のですね、こちらのローゲージニットなんですね。これを見ていただくとわかるんですが、かなりですね、厚みがしっかりとあるんですね。このようなニットであれば肉厚なので、シャツと重ね着をすればこれだけでも今時期だったら十分に暖かいですし、あとは真冬でもですね、この上にコートを着れば着こなしが完成するので、こういったちょっと厚めのローゲージニットをですね、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思ってます。僕の動画の中では様々なニットの厚みをご紹介してきたんですが、ハイゲージニットももちろんご紹介してますし、あとはハイゲージニットとローゲージニットの間ぐらいですね、まさしく中肉厚のニットというところもご紹介してまして、それがですね、ミラノリブニットだったりするんですが、それはそれで使い勝手がいいんですが、そろそろ季節が進んできたら、こういった肉厚なローゲージニット一着あると便利かなというふうに思ってます。今回はですね、こちらを実際に着ながらどのようにコーディネートするのがいいのかというところまでしっかりとお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後まで見ていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関してましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなと思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですね、実際に着てみたわけなんですが、どうでしょうか。なかなかですね、仕上がりが良くて個人的にも気に入っているわけなんですが、改めて商品名をお伝えしますと、ローゲージアランクルーセーターかっこ長袖、色はですね、こちらダークグリーンなんですね。このね、色味がめちゃくちゃ気に入りまして、僕はこちらを購入したわけなんですが、グリーン系というのはですね、割とブラックですとかネイビーですとかダークグレーのような、この上に羽織るコートとですね、すごく相性がいいんですね。先ほど言ったようなベーシックカラーの中にこういったダークグリーンを入れてあげることで、ちょっとした差し色にもなるので、この色味がですね、個人的にはすごく雰囲気がいいのかなというふうに思ってます。グリーン系といっても明るいものから濃い色まであるわけなんですが、これはですね、比較的濃いグリーンなので大人っぽくまとまってですね、すごくバランスがいいのかなというふうに思ってます。ちなみにこちらはですね、サイズ今回は M を選びました。僕は身長164センチ53キロと小柄なので、通常のジャストサイズだと S が一番ちょうど良かったりするんですが、あえてですね、ワンサイズ上げてるんですね。正直サイズ感としてはあまりこうビッグシルエットだとかゆったりめのシルエットに振りすぎてるものではないので、ベーシックなサイズ感よりも少しだけゆったりめなわけですね。
ですので通常サイズを選んでもいいんですが、僕はワンサイズ上げたぐらいの方がちょっとこう今っぽい感じもしつつ、かといって大きすぎないので、バランスとしてはこれぐらいがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、特にですね、こういったローゲージニットというのは厚みがあるので、そこまで大きく振ってしまうと、この後にご紹介するような重ね着がなかなかしづらいんですね。ですので単体で着るのであれば、少しサイズ感は大きめに振ってあげるのもいいかなと思うんですが、一応重ね着というところも頭の中に置いとくのであれば、ジャストサイズか、もしくはワンサイズアップぐらいが僕はバランスがいいかなと思ってます。もし皆さんがですね、トレンド感強く出したいのであれば、僕は2つぐらいサイズ上げても意外とバランスがいいかなと思うんですね。見ていただいた通り M サイズでも決してこうダボっとしすぎた感じはしないので、そのあたりのサイズ選びというのは人によって大きく変わるようなニットなのかなというふうに思ってます。そして何と言ってもですね、見逃せないのがこの編み方ですね。今回ですね、ローゲージニットはですね、もっとシンプルな編み地のものから、こういったアランニットと呼ばれるような編み地に工夫があるものですね、こういったものまであるわけなんですが、個人的にはですね、こういったちょっとクラシックな雰囲気のするアランニットがですね、なんか雰囲気としていいのかなと思いました。失敗するとちょっとやぼったく見えがちな編み方ではあるんですが、この深めのグリーンのですね、バランスを考えると、意外とですね、この編み方でもおじさんっぽくならないので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思ってます。こういった編み方に工夫があるものの方が、重ね着をした時にもですね、程よいアクセントになるので、このようなニットも1枚持っていただくと、着こなしの幅が広がるのかなというふうに思ってます。そしてもう一つですね、僕にとっては嬉しいポイントがありまして、ローゲージニットって結構重たいイメージが僕の中ではあったんですね。まあ、かつてはよく着ていまして、ローゲージのカーディガンだとか、あとはこのようなクルーネックのものも持っていたんですが、どうしてもですね、長時間着てると肩が凝ってしまうんですね。ですので自然と着なくなってしまったんですが、こちらのニットに関しては軽いんですよね。従来の重さというのが感じられないので、そういった点で見てもですね、普段使うにはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。やっぱりどんなにおしゃれなものでも着心地が悪いとやっぱり着なくなってしまうので、そのあたりのですね、軽量化が進んでというところは個人的な驚きとして皆さんにお伝えしたいポイントかなというふうに思ってます。まあ、合わせ方はですね、いろいろとあるんですが、まずはですね、白 T の上にですね、簡単に着てるわけですね。ちょっと今見えづらいですが、襟元から少しだけ白 T を覗かせてあげてというのが、まずは一番簡単なコーディネートかなと思っています。まあ、下はですね、ブラック系のスラックスで色を引き締めてあげるのが個人的には好きなんですが、今時期ですね、まあ割と11月でも暖かい時期だったら、もうニットを中心にした着こなしもできるかなと思うんですが、僕はですね、どちらかというと重ね着でこちらを使いたいなと思っているので、この後ですね、ちょっと工夫をした着こなし方をですね、皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。はい、ということでちょっと着こなしを変えてみたんですが、皆さんどこが変わったかわかりますでしょうか。先ほどはですね、内側に丸首の白 T を着ていたんですが、今度はですね、ちょっと襟元から見えますが、スタンドカラーシャツをですね、内側に入れたわけなんですね。これまた先日ユニクロで購入したものなんですが、デニムオーバーサイズスタンドカラーシャツ、これはホワイトですね、こちらを内側に入れたわけなんですが、こうすることで結構ですね、白の分量が多くなるんですね。襟元からも襟が見えますし、あとは裾の部分ですね、ここにホワイトの分量が見えることで、全体がですね、ちょっと軽快な感じになるんですね。ぜひ皆さんもですね、このバンドカラーシャツと丸首のニットという着こなし、ぜひ試していただきたいなと思うんですね。特に秋冬というのは寒いので、重ね着をしてあげると単純に暖かいのもありますし、重ね着をしてレイヤーを見せてあげることでちょっとおしゃれにも見えたりするので、このですね、2つの合わせ方というのはぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思ってます。もちろんですね、内側に着るシャツは僕はスタンドカラーシャツを合わせていますが、普通のレギュラーカラーシャツの上にですね、こういったニットを着るのもいいので、そのあたりはですね、好みに応じて使い分けていただければなと思ってるんですが、個人的にはですね、この白のスタンドカラーシャツめちゃくちゃ使い勝手がいいので、これからの季節はですね、ガンガン使い倒したいなと思ってます。まあ、特にですね、先ほどのような半袖の T シャツとの合わせ、結構雰囲気としてはいいんですが、どうしてもですね、こういったローゲージニットはハイゲージニットに比べるとややチクチク感があるので、そういった点でしっかりと長袖でカバーしてあげた方が僕は着やすいかなと思いますし、純粋にこっちの方が暖かいので、これからの季節には使い勝手がいいんじゃないのかなと思ってます。
そしてこの着こなしの上にですね、コートを羽織ればもう冬場はですね、十分暖かいので、この上ですね、コートを1枚羽織ってみたいと思います。はい、ということで上にコートを羽織ってみました。これでですね、冬の着こなしとしては完成ですね。このコートはですね、また今度別の機会でしっかりと解説したいなと思ってるんですが、これまた同じ時期に買いましたユニクロのシングルブレストコートですね。まあこういった形でレイヤードを作ってあげると、まああったかいのもありますし、しっかりとですねアクセントになりますので、すごくバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、僕は今ですねダークグレー系のコートを着てますが、もちろんですねブラックネイビーなんかのコートにも合いますし、意外とキャメルだとかベージュのコートにも相性が良かったですので、このグリーンニットのですね鮮やかさというのが着こなしのいいアクセントになってるかなというふうに思ってます。ちなみにこのニット価格は4000円くらいだったと思うんですが、これぐらい肉厚で上品なニットがですね5000円以内で買えるというのはかなりの驚きなので、ぜひ皆さんもですね一色でもいいので着こなしの中に交えてあげると、かなりですね秋冬のコーディネートに活かせるかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロで発見したローゲージの丸首ニットを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、僕の中ではローゲージニットというとですね、すごい好きなんだけども重たくてなかなか着心地が良くないというイメージがあったんですが、まあ、そういったイメージを覆すような軽くて使い勝手のいいニットを発見したので、これはぜひ皆さんにもですね実際に手に取って試着をしていただければなというふうに思ってます。まあ、どのアイテムもそうなんですけども、やっぱりですねベーシックで定番的なアイテムであっても、時間を経るごとにやっぱりですねアップデートされていくわけですね。洋服の素材自体もやっぱり進化をしていく中で、以前はちょっと苦手なイメージがあったものも今着てみるとかなりしっくりくるということも少なくないので、まあ、改めてですね今回のローゲージニットにはですね僕自身かなり驚かされました。ぜひ皆さんもですね今まで持ってるイメージにあまりこだわりすぎず、様々な今並んでるアイテムにもですねトライをしながら自分の価値観みたいなものを更新していただくと、きっとですね着こなしの幅が広がるのかなというふうに思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは、僕の視点で良いと思ったものをですねユニクロですとか GU ですとかグローバルワークですとかグリーンレベルですとか、様々な価格の中からチョイスをして皆さんにご紹介をしたいなと思っていますので、ぜひですねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。